エドワード・ヴィンセント・サリバンは、エド・サリバンとしてよく知られたアメリカ合衆国の、ゴラック作家兼テレビ司会者、1950年代から1960年代にかけて人気の頂点にあった、その名を冠した、エド・サリバン賞の司会者として、現在もよく知られる。1901年に、ニューヨーク州・ニューヨーク市のハーレムに住む、税関管理で、アイルランド系のピーター・アーサー・サリバンの長男として、 生まれた。ボクサーを目指していたものの、その後サリバンは、スポーツ新聞の記者となり、ニューヨークデリーニューズの劇場コラムニストとなった。サリバンのコラムの多くは、ブロードウェイのショーとゴシップに関するものとして高い評判を得た。またサリバンはラジオでの報道原稿を執筆した。サリバンは、その放送経歴の全体にわたり、報道原稿を書き続けた。ルシール・ボールと、 コーラス・チュワート・エド・サリバン・シアター・デイブ、クラーク・ファイブとエド・サリバン・スプリームステレビの黎明機で、ある1948年に CBS ネットワークが日曜夜のテレビバラエティショーのホストとしてサリバンを起用した。番組のタイトルは当初、トースト・オブ・ザ・タウンであった。1955年9月に番組名がエド・サリバン賞に改名される。番組は、 ニューヨークの CBS スタジオ50から放映され、アメリカにおいて、テレビがエンターテインメントの中心となった1950年代から1960年代にかけてアメリカを代表するテレビバラエティとして一世を風靡し、エルビス・プレスリーやジェームス・ブラウン、コール・ポーターやジャクソン・ファイブ、ビートルズやカルメン・ミランダなどのジャンルを問わず大スターがこぞって出演した。 1964年に公民権法が施行される以前のアメリカにおいては人種差別が合法であり、有色人種のエンターテイナーの出演を断る劇場が多く存在していたにもかかわらず、アフリカ系の歌手やグループを出演させていた。また、無名のスター候補を世に出したり、世界各国のスターをアメリカの一般大衆に紹介する役目も認じており、ビートルズや、 ローリングストーンズがアメリカにおける初のテレビ番組出演としたほか、日本からも当時アメリカでは無名だったジャッキー・吉川とブルー・コメッツやザ・ピーナッツが出演している。このようなジャンルや人種、国籍を問わない出演者の選択は保守的な思考を持ちながら人種差別に否定的で、かつ先見の民があるサリバンの方針を受けたものであり、公民権主向などを受けて、 白人中心社会からの改革を進めていたアメリカの大衆から大きな支持を受けた。これらの功績を受けて1967年には CBS スタジオ50はエド・サリバン・シアターと改名された。ただサリバンは本人の保守的な思考と老若男女を問わない幅広い視聴者層に合わせるためもあり、当時のアメリカの典型的な保守層の価値観を番組に持ち込んだため、 プレスリーの登場時の服装やカメラの位置、ドアーズやローリングストーンズの登場時の歌詞の変更など、現代では滑稽と思えるような様々なエピソードを提供することになった。レジャーの多様化やベトナム戦争を経て、アメリカ社会全体の価値観が変化しつつあった1971年になると、このような保守的な番組構成がもはやマンネリ化した、エドサリバン賞の視聴率は20位にも届かなく、 なっていた。このため、CBS の上層部は、同年6月6日をもって、番組を打ち切ってしまう。サリバンは激怒し、1973年に、江戸サリバン賞25周年スペシャル番組他の特番に出演するまで CBS と縁を切った。江戸サリバン賞も参照番組終了後わずか3年後に、食道岩で1974年に死去し、 ニューヨーク市マンハッタンから北に40キロメートルほどの郊外にある高級住宅街ニューヨーク州ハーツデールのファーンクリフ墓地に埋葬された。サリバンは彼自身演技力をほとんど持たず、またカメラにおけるサリバンのマンネリズムはコメディアンたちのやゆの対象となったと呼んだ。また彼の独特の発音もコメディアンのモノマネの対象にされ番組内であるコメディアンがそれを披露したとき、 本人は苦笑していた。コラムニストのハリエット・バン・ホーンは、彼は、個性を持たないという個性でその地位を得た。彼は最も一般的なのであると評した。サリバンはこれに対し短文で返答した。ディア・ミス・ファン・ホーン、ユービッチ、シンシアリー、エド・サリバン大役、背景、バァン・ホーン様。この、昭和る女、警グ。 エドサリバンその功績が評価され、カリフォルニア州のハリウッド大通り6101にある、ハリウッドウォークオブフェームに星を持っている。ありがとうございます。